ャンキャル始まりました。チュンチャンネル、主役はこちらのチュンちゃん。2018年5月生まれ、現在1歳8ヶ月の娘です。そしてもう一人の主役がこちら、ピーちゃん。2019年10月生まれ、現在4ヶ月の娘です。皆さん、ウイルス対策は大丈夫ですか？チュンピー、チュンピーは生まれてこの方、まだ風邪も病気もなく元気にしています。ですが最近チュンちゃんがこの寒さで鼻水が出るようになってきました。そこで先日、チュンママの実家愛媛から送ってもらった金柑が鼻や喉、風邪予防に効くと聞いたので、1歳から OK な金柑ジャムを作ってみました。ズボラなチュンママでもとっても簡単で美味しくできたので、皆さんも試してみてください。それではレッツクッキング、いないいないば。材料は5つ、金柑、水、蜂蜜、砂糖、レモン汁。まずは金柑をよく洗うよ。フォークの先でヘタを取ります。半分に切ってフォークで種を取るよ。鍋に金柑と水をひたひたに入れます。コトコト煮ていきます。沸騰したら火を弱めてアクを取ります。さらに煮ること10分。柔らかくなったら、我が家はブレンダーがないのでミキサーで細かくします。鍋に戻して蜂蜜をたっぷり入れます。お砂糖もちょっとだけ入れますよ。よく混ぜてとろっとしてきたら、最後にレモン汁を入れて完成。チュンちゃんはポンジュースで割って、いざ実食。ジュースを半々で混ぜた。うん、結構酸っぱい。あ、風邪に効くね。酸っぱかったか、あら、あら、でもポンジュースも結構あら、ダメ。ちゅんちゃん喉痛いからこれ飲んでよ。これ大丈夫。ちゅんちゃんこれもう一回飲んで。よいしょ。ダディ、ちっちゃいダディ。ダメかな。くれるんだ。おいしい。スウィッシュディースジュースだね。金柑をちょっとお湯で溶かして5倍ぐらいにポンジュースで薄めてみました。リベンジ、どうぞ。じゃあ、じゃあ、なんで、なんで、ジュースなんで、風邪に効くから。ゆうちゃん鼻水出てるから、ね。これ見てるの？コップの柄を見てる。コップ。うん。はい、どうぞ。あー、ピーちゃん。あー、ちょっと待って。ちょっと待って。拭いて拭いて。おいしいですか？金柑ポンジュース。大人はこれをお湯に溶かしてそのまま飲みます。風邪に効くので、ぜひ試してみてください。ピーちゃん、蜂蜜が入ってるから1歳以下は飲めません。ピーちゃん
今日は撮影してるんだよ。だな。だな、なんだね。美味しかった？美味しかった。ごちそうさまでした。パッ。パッ。じゅんちゃん、金柑飲んで鼻水止まったね。やったー、やばい。いいねとチャンネル登録もぜひお願いします。では今回もじゅんちゃんじゃんけんタイム。じゅんちゃんじゃんけん、じゃんけんぽい。パーパー。じゅんちゃんはパーを出しました。それではまたね。バイバーイ。ピーちゃんもひよこでーす。